窓とリンゴと僕その4お願いしますよ嫌だねあれ珍しいね今日は窓がリンゴに嫌がらせしてるのそうなんですよ意地悪するんですよどうにかしてくださいどうしたの窓リンゴが自分に入ってる窓のアプリをバージョンアップしろって言ってくんだよ普段あんなに俺のことバカにしといて こういう時だけどう思うでんたまあそうだね普段のことを謝ってからお願いしたらりんごそうしたいのは山々なんですけどどうすればいいかわからなくてどういう意味だよいや謝る言葉っていろいろあるじゃないですかだからどのフレーズで謝ればいいのかカジュアルに行くのか丁寧に行くのかどれでもいいだろいろいろあるんだから例えば「ごめんなさい」 申し訳ありませんでしたすみませんでしたそんなんじゃ許しません違う。っデンタもう窓はなんでそうすぐ騙されるの冗談ですよほら謝りますすみませんでした適当な謝り方だな何について謝ってんだよありすぎて言えないので詳しい内容はクラウドに上げておきます今ここで言えよてかだいたいお前何でもかんでもクラウドに上げすぎなんだよ すぐクラウドの容量なくなりやがってまあそのクラウドから個人情報を吸い上げていろいろ利用してるんでできるだけたくさんの人に使ってほしいんですよね怖いこと言うな動画削除されるぞこらリンゴちゃんと謝りなよそうだそうだわかりましたこの度は容量が少なく入っていたゲームをアップデートできなかったこと本当に申し訳ありませんでした またガラスフィルムをしているにもかかわらずなぜか画面が割れてしまったこともちょっと待ってそれ俺俺が前にしたことその時ゲームのアカウント引き継いであげたの誰でしたっけ次は画面が割れないよう評判がいいガラスフィルムを検索してあげたの誰でしたっけん分かったよしてやるから来いよ違いますよねさっきは失礼なこと言って 申し訳ありませんでしたでしょささっきは失礼なこと言って申し訳ありませんでしたこれからはタブレットとしての機能を放棄しリンゴ様のシムとして生きていくことを誓いますそれはダメ高評価チャンネル登録お願いしますねしてくれないといじめちゃいますよ